久保さん僕ね、白い巨頭をね、あんま見てない、見たことがないというか、覚えてないというか、見たかもしれないしか覚えてないというか、ちょっと財前五郎さん行きましょうか。財前五郎。ね、久保さんはね、白い巨頭見てるってことなんで。いくら悩んだところでえ、患者のためになるとは限らないんだよ、里見という、なんか、名言があるらしいですけども、これ深いですよね。いくら悩んでも、その悩みっていうのは、患者のためになるとは限らないっていうのは、これね、めちゃくちゃね、 深い名言だと僕は思います、ね、だからまあ正義の話もリンクするんだけどその相手のために悩んでいるっていうその悩みは全然相手のためになってないかもしれないんだよ。あなたの正義は相手,にと相手の正義ではないかもしれないっていうこれは一騎士にを何だろうな手術するのも何をもってしなですかねだから。 うんまあ、いろんなパターンがあると思うんですよね。その手術に関しても、何を残すのか、何を残さないのかとか、まあ、わかりやすく言うならば、足を切断するのか、しないのかとかね。まあ、そういうと、なんか、すげえ、いろいろと難しいところがあると思うんで、要所要所ね。だけど、この、いくら悩んだところで、それは患者のためになるとは限らない。患者はこう望んでるんだけどもお、オペ的にはこうしないといけない。でも、でも、それを悩んだところで、その患者はこう求めてるしっていう、この、なんか、 すかね、うーんすごくこれはもうなんか現場でそのオペをしている人じゃないと言えないようなうーん僕は名言じゃないかなんでこれが僕が分かるかっていうとまあ僕はまあ情報ビジネスやってきて結局患者ではないけどまあそのオペとかね手術をするわけじゃないんだけどもまあ同じようなことをお客さんのこれをやりずっとやってきたのでまあこの言葉はねすげえ深いなっていうのはすごく感じ取ることができますよね。 うんまあ結局悩んだところでお客さんが求めてるのは違うみたいなね例えばあのどうやったらお客さんそのこ行動してくれるんだろうなんで行動しないんだろうんでどうやったら行動できるんだろうって悩んだとしてもお客さんは行動しなくても簡単に儲かる方法を求めてたりねい <laughs> ってらっしゃい。